はい、皆さんこんにちは。歴戦2コースの川原です。では2020分野別過去問解析プラスアルファ統連鑑定路、最終回ですね。9回目演習対策を行っていきます。ではお手元9回目のレジュメを準備してください。ちょっと9回目だけ電卓の表示になってるよね、表紙になってるね、ちょっと違う表紙になっています。はい、では問題1使ってやっぱりプレ講義を行っていきますので、じゃあめくっていただいて1ページ目開いてください。はい、直近ですね、令和元年の本試験問題を使いましてプレ講義を行っていきます。はい、まずはじゃあ対象動作の概要ですね、ちょっと事前に確認をしておきます。では、8ページ開いてください。はい、8ページ見てください。はい、依頼内容等々が示されてまして、対象不動産は依頼内容1行目ですね、高層共同住宅になっています。でもう少し詳しく見ていきますと、下対象不動産の概要を示されてまして、地積が350平米、建物の延べ床面積合計が1925平米の、鉄筋コンクリート造の11階建ての共同住宅が対象不動産ということになってきます。で、これね、実際対象不動産ね、賃貸してますので、類型としましては下ですね、基本的事項の類型、貸屋敷となっています。類型貸屋敷ということになっています。で、踏まえて、では1ページ目に戻っていただきまして、問題文見ていきます。はい、1ページ目戻ってください。まずは計算前の記述ですね、問いの1見てください。証文2つから成り立ってまして、証文の1は、建物およびその敷地の最有効所の判定をするというもので、証文の2が、適用手法ですね。どういった手法を適用して鑑定評価額を決定すべきか、適用書を示すのが証文の2ということになってきます。まあ、いずれも定型的な記述で対応できる記述問題ということになってきます。特に証文の1は、誘導がなされてますよね。問題文2行目、環境と適合、貸室の稼働状況、同一需給圏内の代替競争不動産という5項を全て使って説明しなさいという形で誘導がなされています。具体的にはでは11ページ個別分析のところを見てください。はい、11ページ個別分析のところを見てください。はい、10ページから個別分析示されてるんですけど、11ページで、まずは、建物の状況のうち、11ページ、7行目ぐらいですかね、括弧7というところ、建物とその環境との適合の状態が示されてまして、対象建物は周辺環境と適合していると示されています。で、セットで下を写っていただきまして、今度は建物およびその敷地の状況を示されているんですけど、括弧1。建物等とその敷地の適用の状態については対象建物は敷地と適用していると示されています。対象建物は環境と適用していて敷地とも適用している、そういった状態です。でさらには貸室の稼働状況としましては、下を写っていただきまして、賃貸経営管理の料費、伊達さんの括弧3のところで、丸2ですね、賃借人の状況、賃貸借契約の内容を見ていただいて、直近3年間の平均的な稼働状況は貸室部分 95% で推移しています。おおむね埋まってるってことですね。で、2行目、なお書き、なお価格時点現在の貸室の空室は1部屋で、解約予告も発生していないんだということになってきます。まあ、賃貸状況、良好ということですよね。それには、市場競争力ですね。縦の市場分析のところの括弧に見てください。本文、対象不動産は最寄り駅に近く築浅物件であることから収益性に勝り、同一時給圏内の代替競争不動産と比較し相応の競争力を有しています。対象不動産は同一時給圏内の代替競争不動産と比較して相応の競争力を有しているんだということです。まあ、こういったあたりの文章ですね。つまり対象建物が周辺環境と適合しておらず、あとは稼働状況も例えば 50% とかで、ね、空室が目立っているとか、さらには市場競争力もライバルと比べて劣ってるってことならば、用途変更だったり取り壊しが最有効所と判定されるんですけど、まあ、そういった状況は認められないんだということですよね。なのでこれらの表現を問題文から引用しまして、回答としましては、では解説レジュメ22ページ回答例のところを見てください。
はい、22ページ回答例見てください。はい、22ページ回答例見てください。問1の括弧1ですね。本文、対象建物高層共同住宅は環境と適応し敷地とも適応しており、直近3年間の過失の稼働状況は平均 95% で推移しており、また対象動産は最寄り駅に近く地下浅物件であることから収益性に勝り、同一時給圏内の代替競争不動産と比較し相応の競争力を有している。したがって建物およびその敷地の最優行種を現況通り高層共同住宅として継続使用することと判定したとなっています。誘導に従ってキーワードをしっかりと問題文からね引用した上で、で結論としましては現況通り高層共同住宅として継続使用することと判定したということになってきます。特に誘導がなくても大体こういった定型文事前に準備しておいてで記述するということになってきます。で適用書をですね、下適用書はポイントは適用しない手法については不適用理由をしっかりと示すことがポイントになってきます。で不適用理由については、問題文の2ページですね、2ページ開いてください。はい、レジュメ2ページ開いてください。2ページローマ数字1で共通の C 事項が示されているんですけど、その縦6ですね、縦6見てください。ローマ数字1縦6見てください。本件鑑定評価においては、容易比較が可能な土地建物一体としての取引事例は収集できなかったため、土地建物一体としての取引事例確保は適用しないこととなっています。ここに取引事例確保の不適用理由が示されています。これ定型文ですよね。容易比較が可能な取引事例収集できなかったため、取引事例確保は適用しないんだということになってきます。この不適用理由につきましては過去の本試験ですと、例えば事例表の下に記述されていたり、もしくはね不適用理由が示されていないというパターンもあったんですけど、この令和元年の本試験問題はこの共通事項のところに不適用理由が示されています。でここね気づいて引っ張ってきまして、で回答例としましては、じゃあ22ページ22ページ回答例見てください。本文、本件は貸し屋およびその敷地の鑑定評価であり、まずはしっかりと冒頭で類型を示してください。本件貸し屋敷の評価なんだってことで、貸し屋敷の評価であり、で基準格論第一章においては、要は、ね、原則としてはってことですね。基準格論第一章においては、収益還元法標準とし原価法と取引事例確保をワンランク先に比較考慮して決定すると示されているんだ。まずは要件定理です。で当てはめ、本件においては容易比較が可能な土地建物一体とその取引事例は収集できなかったため、土地建物一体とした取引事例確保は適用できない、先ほどの、ね、問題文を引用します。で結論です。したがって原価法収益還元法を適用して鑑定評価を決定する。しかし最後結論ですね、どの手法を適用して鑑定評価を決定すべきかって書かれてますので、しっかりと最後結論、原価法と収益還元法を適用して鑑定評価法を決定する、しっかりと指摘するということになってきます。はい、じゃあ計算入っていきましょう。ではもう一度問題文1ページ見てください。レジュメ1ページ開いてください。はい、問2で原価法、問3で収益還元法で調整をして鑑定評価法を決定していくのが問4という形になってきます。では問2原価法のところですね、まずは証文の1、前提として対象動産の更地価格を求めます。で求めた上で括弧に対象動産の再調達原価を求めます。求めた更地価格に建物の再調達原価、さらに通常の付帯費を加えることによって対象動産の再調達原価を求めて、で証文の3で原価額を求めてそれを控除することによって結論として証文の4、積算価格を求めてくる、そういった流れになっています。では証文の1、この更地価格ですね、この問題は事例としては取引事例4事例与えられてるんですけど、そのうち2事例を選んで、で丸3ですね、その2事例から求めた2つの価格の規範性を検討し批准価格を求めなさいと指示されています。まあ、規範性を検討し、要はねミニ調整を行った上で批准価格を求めなさい、で乗り準価格を求めた上で更地価格を求めていくって流れです。で4事例のうち2事例を選ぶんですけど、ただ丸2、取引事例2から批准した価格を求めなさい。取引事例2についてはこれあらかじめ選択されています。もう選択済みってことですね。
2事例のうち1事例はもうすでに選択されています。残りの1事例を丸1、いろはから1つ選んで批准をしていくって形です。ちょっと今までの本試験の出されなかったパターンですね。あらかじめ事例がね、1つは選ばれている。で、残りの1つを3つの事例から選んでいくね。そういった問題になっています。で、応用としましては、では事例表を見ておきましょう。16ページ。はい、16ページ、事例表を見てください。はい、あらかじめ選択されているのが一番下、事例の2ですが、ちなみにイロハのうち選択すべき事例はロの事例ですね。これ比較的簡単に判断することができます。で、あらかじめ選択されている2の事例ですね。で、右端、備考欄のところを見てください。備考欄。隣接地の所有者が事例地と一体で高層共同住宅を建設するため、周辺の地価水準を超える水準で取得した事例で、資料に基づき補正可能である。詳細は資料4参照となっています。隣接所有者が併合したこれ限定価格として割高の事例なので、減額修正していく、そういった応用的な論点ということになってきます。で、17ページ資料の4与えられています。17ページ資料の4を見てください。こう図がありますよね。要はこの隣接地の所有者がこの事例2を併合する場面です。で、限定価格として割高なんで減額、ね、修正補正をしていきます。計算の流れとしましては、隣接地、事例2、あとは併合後の1対1ですよね。それぞれ、単価、評点に面積をかけることによって、それぞれ正常価格としての総額を求めます。隣接地、事例2、あと1対1ですね。併合後の1対1。それぞれ正常価格としての総額を求めます。で、1対1の総額から隣接地事例2の正常価格との総額をマイナスすることによって増分価値を把握します。で、その増分価値を事例2に配分していくって処理が必要なんですけど、配分の仕方についてはでは問題レジュメ3ページ、問題文3ページ見てください。はい、配分の仕方が指示されています。はい、3ページ真ん中あたり7というのがありまして、その丸3のところを見てください。カッコ7の丸3のところを見てください。併合による増分価値のうち取引事例2の土地への配分額は併合による生じる増分価値に総額比により求めた配分率を乗じて求めることと示されています。事例2への配分額は総額比により求めた配分率を乗じて求めなさいと指示されています。総額比によって求めた配分率をかけることによって事例2への配分額を求めていきます。で、すぐ下にこの配分率を求める式が示されてますよね。この式ですよね。X というのが事例2の総額、 Y が隣接地の総額、両者の総額合計に対する X 事例2の総額の割合で、指示としましては配分率は小数点以下第一線を試作入して求めなさいと指示されています。で、もう一度17ページ先ほどの資料の4見ていただいて、17ページで、この問題文は、焦点が、隣接地は、これ100と与えられてますね。問題文この後読んでね、下子読んでいくと100と与えられています。で、1対1ですね。併合後の省略形で、併合後の1対1。併合後の1対1も評点が100と与えられています。併合後の1対1も100です。で、じゃあ事例2はと言いますと、事例2についての評点は、これ自分で計算する必要があります。で、計算の仕方については、では図の下、縦3の括弧の4のところを見てください。縦3括弧を見てください。事例2の個別適用にかかる評点は、有効宅地部分の評点と路地上部分の評点を面積割合で加重平均した値で、有効宅地部分の評点は80、路地上部分の評点は60として求めていくとなっています。事例2の評点は面積割合で加重平均して求めていきます。つまりはもう一つのところ、この有効宅地分160平米の評点が80と与えられています。80ですね。一方、この狭い路地上部分40平米の評点が60と与えられていました。
で、それぞれの評点に160平米、40平米面積をかけて、で、合計の200平米で割ることによってね、面積割れで荷重平均することによって評点を求めていきます。これ求めると76という形で求められます。で、この評点を使って先ほどの限定価格としてのね、事情補正率の求め方をね、行っていきます。で、回答例23ページ見てください。はい、回答例23ページ見てください。まず一番上ですね、米印の1ですね、この面積で、面積割れで荷重平均ですね。有効宅地分80の評点に160平米かけて、で、路地用分60の評点に面積40平米かけて、それを合計の面積200平米でありますと、76という形で評点が求められます。で、踏まえてですね、下、限定価格としてのこの事情補正率の査定です。まずはそれぞれ、事例に隣接地1対1、評点に面積をかけることによって、正常価格としての総額を求めていきます。で、1対1の総額から事例に隣接地の総額合計をマイナスすることによって、増分価値が4800と求められます。で、かけるべき配分率ですね。総額の比によって配分率を求めていきます。事例に隣接地両者の総額合計に対する事例に総額の割合ですね。小数点第三者語にしますと 0.56 という形で求められます。で、これをこの増分価値ですね、4800にかけますと、事例2の配分額が2688です。最後、事情補正率です。ローマ数字1で求めた正常価格としての総額、事例2ですね、15200。これに今求めた配分額2688を足して、で、正常価格としての総額15200で割りますと、事情補正率が 118% ということですね。18% 割高なんだということです。で、この118という数字を22ページ下ですね。はい、事例に。この事情補正のところの分母補正ですね。事情補正、分母補正。118を分母に入れて計算をしていきます。ちなみに、この標準化補正のところで、先ほど求めた事例2の評点ですね、76。こちらにね、代入をしていきます。事例の評点を求めてますので、これ標準化補正のところ、分母のところに代入して計算をしていきます。あと、選択した事例論についてもね、取引計画を適用して、で、2つの事例の規範性を検討するってことですね。23ページ、問題文でしっかりと規範性を検討しなさいって、ね、示されてますので、この、ね、ミニ調整ですね。やっぱりあっさりとした記述で不十分で、ある程度しっかりと記述をしていく必要があります。この満開等例は事例ローを重視して2を比較考慮して批准価格1億4500万円と結論付けています。で、すぐ下、乗り順価格求めていきます。で、ここで応用論点ですよね。この時点修正のところで使うこの米印、価格時点の地価指数というものを査定していく応用論点です。旧形式ですね、平成28年度に演習問題はですね、形式大きく変わったんですけど、それ以前の旧形式の時にはこの地価指数の査定というのがよく出されていました。で、新しくね、形式変わるという形で、国交省のサンプル問題においてはこの地価指数の査定はなくなったんですけど、またこう先祖返りで戻ってきまして、ね、出されるようになっています。で、こちらの計算についてはまずは16ページ、もうちょっと事例表のところを見てください。はい、事例表を見てください。で、じゃあ選択する、こう選択した事例ローありますね。事例ロー選択していくんですけど、事例ロー。で、左から4つ目、取引時点とともにこの 102.0 って数字が与えられてますよね。 102.0、これ平成30年度までの本試験問題においては、これ時点修正率という名称で与えられていた数値です。 102.0 ですね、時点修正率。ただ、これ時点修正率というのは表現としてはやや不正確なんですね。これ正しくは、はい、上に戻っていただいて、価格時点の地価指数がこれ正しい表示です。令和元年から正しい表示になってますね。これ価格時点の地価指数が与えられています。つまりは、下中の1のところを見てください。中の1、価格時点の地価指数は各取引事例にかかる取引時点の地価指数を100とし、価格時点の価格指数を示したものなんだということになっていきます。これが正しい表示ですね。時点修正率のやや、ね、正確な表示でした。価格時点の指数が示されています。で、一番上、標準値5の1、工事価格見ていただくと指数が示されていないですね。価格時点の指数が、で、資料を参照という形で、これ自分で計算していく必要があります。で、計算の仕方としましては、問題文に示されているんですが、4ページ
開いていただいて、はい、一番上ですね、丸2というところを見てください。4ページ1番丸2というところを見てください。地価指数を計算する場合には、まずは経過月数というものをカウントする必要があるんですけど、そのカウントの仕方が指示されてまして、ではローマ数字1のところを見てください。地価指数の計算における経過期間、経過月数の3点については、次の例の通り、起算日即日の属する月を含めず、期間の末日当日の属する月を含めて計算すること。例がありますよね。平成30年3月31日から平成30年8月1日までの経過期間は、経過月数は5ヶ月。一方、平成30年4月の1日から平成30年の8月1日までの期間の月数は4ヶ月となっています。つまり初月を含めずに最終月を含めてカウントするってことです。3月から8月というのは3月を含めずに8月を含めるので、 4,5,6,7,8 という形で5ヶ月ということですね。一方、4月から8月というのは4月を含めずに8月を含めて計算していきますので、5,6,7,8 という形で4ヶ月ということです。ただこれ難しく考えすぎずに、単純に 8-3 は5ということですよね。で、8-4 は4ということです。単純に3月から8月というのは 8-3 で5ヶ月です。4月から8月というのはね、日にちはね考慮しなくていいです。月だけで8月から4月、 8-4 で4ヶ月という形で経過月数をカウントするということになってきます。で、地価指数の計算についてはこの、ね、計算式が示されています。この計算式に数値を代入して、で、結論としましては、小数点以下第2を下誤入して小数点以下第1位まで求めなさいと指示がされています。じゃあ実際数値を使って、資料の5の数字を使っていきます。じゃあ18ページ開いてください。はい、資料の5というところを見てください。地下工事の損する C 地域の、まあ、地価指数の推移が半年ごとに示されています。平成30年の1月1日は93で、平成30年7月1日半年後は97で、さらに半年後平成31年1月1日100という形ですね。まあ少しずつ上昇していますよね。で、地下工事が示されている時点が平成31年の1月1日ということです。で、ここから価格時点を令和元年の8月1日ということですね。で、例えば平成31年1月1日から令和元年8月1日までで、地価指数が、地価水準が例えば 5% 上昇していたとしましょう。仮に平成31年1月1日から価格時点令和元年8月1日まで、地価が 5% 上昇していました。 5% の格差率ということですね。じゃあ時点修正率いくつとして計算していきますかね。 5% 上昇しているということは、これ 5% という格差率を倍率表示にしますと 105% ということですね。格差率ですと 5% 上昇している、それを倍率表示の 105% にします。 105% で、平成31年1月1日を100とした場合に 105% なので、結局時点修正率使うべき数字は105ということですね。それは分かりますよね。 5% 上昇すれば、ね、格差率 5%、 それを倍率表示にすると 105%、 つまりは平成31年1月1日100とした場合の令和元年8月1日の指数は105ということですね。そういった計算を行っていきます。ただこの資料5は平成31年1月1日以降の変動が示されていないですね。それが一番重要なのに示されていません。ただ直書きで指示があります。なお、平成31年1月1日以降の動向は平成30年7月1日から平成31年1月1日までの推移と同じ傾向を示しています。つまり平成31年1月1日以降の変動というのは、平成30年7月1日から平成31年1月1日この半年間の変動と同じ変動率で推移しているんだということです。なのでこの半年間の変動率を把握していきます。97から100に上がってますよね。ってことはなんか 3% 上昇してるとか、そういった意味でしょうかね。そうではないですからね。これ97から100に上がってるので 3% 上昇してるとか、そういった意味ではないですかね。正しく計算していく必要があります。で、先ほどの計算式に
数値を代入したものを、ね、こうメモ書きしておきました。まずはこの半年間の変動率を把握していく必要があります。まずはこの平成31年1月1日の指数100を平成30年7月1日の指数97で割っていきます。97分の100ってありますよね。100を97で割ります。じゃあ実際電卓打っていきましょうね。100を97で割ります と、1.0309 って出ますよね。 1.0309、 つまり平成30年7月1日から平成31年1月1日半年間で倍率表示で言いますと 1.03 倍に価格が上昇してるんだってことです。平成30年7月1日を 100% とするならば、そこから 103% ほど価格が半年間で上昇してるんだってことです。そういった意味です。100を97で割ると半年間の倍率表示が出ます。要するにこう 103% ほどってことね。 1.03 です。でこの倍率表示を扱いやすいように格差率ですね、何パーセント上昇下落しているのか格差率に変更していきます。で式のところを見ていただくと、その後マイナス1ってしてますよね。これマイナス 100% してるってことです。マイナス1ですね。マイナス 100%、 つまりは今 1.03、 まあ 103% ほどですね。でここからマイナス1、要はマイナス 100% します。ではマイナス1すると 0.0309、 要は倍率、格差率 3% ほど半年間で価格が上昇してるんだって数字になりました。倍率表示だったものを格差率ですね、何パーセント上昇下落をしてるのかって数値に置き換えるのがマイナス1、要はマイナス 100% しますと 3% ほど半年間で上昇してるってことです。半年間6ヶ月で 3% 上昇してるってことです。で式のところ、その後かける6分の7ってしてますよね。要は分母割る6をしてるってことですね。 3% というのは半年間6ヶ月間で 3% 上昇してるってことなので、これを扱いやすいように1ヶ月あたりの変動率にしていきます。それがこれ割る6をしてるってことです。分母6があるというのは割る6、1ヶ月あたりの変動率にしていきます。では割る6しましょう。割る6をしますと、0.005 あたりです。要するに1ヶ月あたり 0.5% ずつ価格が上昇してるって数字になりました。平成30年7月1日から平成31年1月1日間の期間でおいて1ヶ月あたり 0.5% ずつ上昇してる。でこの変動率が平成31年1月1日以降も続いてるってことですよね。この平成30年7月1日から平成31年1月1日の期間で1ヶ月あたり 0.5% 上昇してる。でこの傾向が平成31年1月1日以降も同じ傾向なんだってことです。では平成31年1月1日から価格時点令和元年8月1日まで経過月数はってことです。経過月数は8-1で7ということですね。で式のところ、分子に7がありますよね。7ヶ月をかけていきます。ではかけますと7ヶ月かける7ですね。そうすると 0.036 あたり、つまり平成31年1月1日から価格時点令和元年8月1日までの間で 3.6% ほど価格が上昇してるんだってことです。 3.6% 上昇しています。でこの格差率をこの倍率表示にまた戻します。 3.6% 上昇してる、これを倍率表示にします。式のところまた見ていただいて、足す1してますよね。これ足す 100% してるってことです。足す1ってのはね、足す 100% してるってことです。なので足す1をしていきます。足す1をしますとイコール 1.036、 つまりこれ倍率表示ですよね。平成31年1月1日から価格時点令和元年8月1日まで 1.036 倍に価格が上昇してるんだってことで、これ倍率表示です。格差率をね、足す 1100% 足すことによって 1.036、 103.6% という形で倍率表示にしました。で最後です。平成31年1月1日から令和元年8月1日までの間で 103.6% で、平成31年1月1日の指数が100と与えられてますので、最後かける100をしていきます。かける100をしますと
×100 です。×100 をしますと、イコール、103.6 ということですよね。これが使うべき数値ということです。31年1月1日100とした場合の 103.6% に当たる数値というのは 103.6 ということでね、小数点第二四捨五入ということです。この 103.6 を自転修正の場合には分子に代入することによって計算をしていく、そういった計算を行っていくのが地下指数の査定ということです。今一つ一つこう理屈でね説明しました。これはもうね慣れてくるともう淡々に機械的にできるようになっていきます。今ね一つずつ理屈を説明しましたが、慣れてくるともう淡々に数値を入れていけばね簡単に計算ができるようになってきます。はい、では今度は上物、建物最長達限価ですね。では4ページ問題集見てください。はい、地下地図の査定の式のすぐ下のところ、縦算のところを見てください。4ページ真ん中あたり縦算のところを見てください。建物の最長達限価を求めるにあたっては、直接法で間接法を併用して求めることと示されています。建物の最長達限価は直接法と間接法を併用ということですね。最近の本試験ですと主に直接法だけ適用させて求めさせる、ね、そういった問題が多かったんですけど、令和元年の問題は直接法と間接法を併用させる問題になっています。で、カッコ2のところでこの間接法の式が与えられています。式のところを見ていただいて、スタート地点は建設事例の建築工事の単価を使っていきます。単価基準です。単価基準で事情性、自転修正で、特に地域要因は行う必要がない式になっています。で、個別適用に比較も標準的なものを設定するんじゃなくて、こう直接比較を行っていく個別適用の比較です。で、最後対象動作の面積かけることによって総額として最長達限価を求めていく、そういった式が与えられています。では回答例24ページ見てください。はい、24ページ見てください。間接法のところですね、建設事例の K から批准していきます。249,000、単価批准に事情性、自転修正で個別適用の比較ですよね。これ直接比較なので、分母に事例の省略形で、分母に事例の評点ですね、事例の個別的な感じで、分子にこれ対象不動産の評点を入れていきます。最後対象不動産の面積1925平米かけることによって上3桁有効数字で5億2000万円と求められます。で、直接法も5億2000万円と求められています。で、これ出しっぱなしじゃなくてですね、調整をしていく必要があります。下ローマ数字3のところを見てください。個別性をより反映した直接法による価格と、建築時点が新しい事例 K から求めた完成法の価格はいずれも完成が高く一致して求められたため、建物最長達限価を5億2000万円と査定したと示されています。これ結論を一致しているので、当たり前のように最長達限価を5億2000万円としてしまう人がいるんですけど、それはダメです。一言ずつそれぞれ説得力があるんだ、規範性があるんだって理由を示していく必要があります。直接法の定型文は個別性をより反映しているということです。これキーワードです。一方間接法のキーワードは建築時点が新しい事例を採用したんだってことです。で、結果いずれも規範性が高く、で結果としても一致して求められたため、建物最長達限価を5億2000万円と査定したということです。一致して求められただけでは理由になりませんからね、それぞれしっかりとキーワードを示した上でいずれも規範性が高いと結論付けて一致した5億2000万円を採用していく、そういった文章を記述する必要があります。で、続いて原価修正ですね。項目立て自分で行っていく必要があるんですけど、では丸に建物のうちのこう耐用年数に持つ方法で、この経過年数の6年ですね、6年、この経過年数6年、このカウントの仕方なんですけど、では問題文2ページ。はい、共通の C 事項の縦5のところを見てください。ローマ数字1、共通の C 事項の縦5のところを見てください。縦5。建物について建築時点から価格時点までの経過期間の算定上、竣工後1年未満であっても1ヶ月以上経過したものについては経過期間を1年として算定すること。これ平成30年の本試験から、示されるようになった指示項ですね。これは定型化された感がありますので、固定化された感がありますので、今後はこの、1ヶ月以上切り上げの指示がなされるものとしてカウントする必要があるということになってきます。で、経過年数はといいますと8ページ、
はい、大正不動産の概要のところで、建築時点が平成25年の10月1日ですよね。で、価格時点が、令和元年の8月1日ですね。令和元年を平成31年と捉えると経過期間がカウントしやすいってことね。平成25年10月1日から、まあ、平成31年の8月1日ってことになると、まあ、5年と10ヶ月ということなので、まあ、切り上げて6年という形で経過年数カウントすることができるということになってきます。では2手法目ですね。じゃあ問題文1ページまた戻っていただきまして、はい、問3、収益還元法です。運営収益を求めて、で運営費用を求めて、で結論としての収益化を求めていくね、そういった流れになっています。つまりは5ページ開いていただいて、はい、上問3について、収益還元法は各論財産上における DCA 法の収益費用項目を採用した直接還元法で求めていくとの指示になっています。収益還元法は各論財産上の収益費用項目を採用した直接還元法によって求めていく、そういった指示になっています。なのでまずは運営収益からですね、下縦2の括弧1見てください。縦2括弧1、運営収益は貸出賃料収入、教育収入、水道光熱収入、駐車場収入及びその他収入を合計した総収益、満室想定から一旦満室もしくは満車想定で計算した上で、そこから空室と損失、貸しである損失と控除をマイナスすることによって運営収益を求めていくんだということになってきます。ではそれぞれですね、まずは貸出賃料収入から下括弧に見てください。貸出賃料収入は現行の賃貸条件括弧飛ばしてをそのまま採用し、これに空室部分503号室につき、査定して求めた括弧を加えることによって求めていきます。で現行の賃貸条件としましては、では12ページ開いてください。12ページ、賃貸借契約の概要が12ページから示される、俗にレントロールと言われるものですね。12から13にかけてずらーっと、ね、表の形で示されています。で13ページ見ていただいて、で左から3つ目4つ目ぐらいですかね、支払い賃料の額が与えられてまして、でその合計が一番下ですよね、354万8千円という形で与えられています。これを使っていくんだということです。現行の賃貸条件そのまま採用していきますので、この354万8千円ね、この合計しっかりと見落とさないように。ただこの与えられている合計というのは12ページ、この5階の503号室が28平米空室ってことですね。この賃料が含まれていない合計です。なのでこの354万8千円に503号室の空室分の賃料を、ね、計算して合計することによって全体としての貸出賃料収入ですね、求めていく必要があります。ただ1点要注意なのが、13ページもう一度、与えられている賃料はこれ月額ですよね。月額、収益還元法の問題文で月額と出てきた場合にはしっかりとマーカーして、求めるべきものは年額なのでかける12ヶ月忘れないようにするということになってきます。あとは、合計のところ、空室部分も含めた賃貸面積の合計が1680平米と与えられています。これ繰り返し使っていきますので、ね、ここでしっかりチェックしておくということになってきます。でまた5ページ戻っていただきまして、5ページ、では括弧2の、ね、第2段落見てください。じゃあ空室部分の賃料をどう求めていくかというと、括弧2第2段落、空室部分は賃貸時で比較を適用して求めた月額実質賃料から月額支払い賃料の1ヶ月分の敷金括弧飛ばして、および月額支払い賃料の1ヶ月分の礼金を徴収することを想定した一時金の運用益及び償却額を控除し、その上位3桁目を社後入して上位2桁を有効数字として月額支払い賃料を求めることとなっています。空室分の賃料というのは賃貸事例比較を適用して求めた月額実賃料から一時金の運用益償却を控除して上位2桁有効数値として求めなさいと指示がされています。この
貸出陳情収入というのは、正しく言うと貸出の支払い陳情収入です。一時金絡みはその他収入だったり一時金の運用益として計上していきますので、この貸出賃料収入として計上していくのは支払い賃料です。ただ区別部分賃貸事例比較を適用して求めていくんですけど、賃貸事例比較を適用して求められる結論というのはこれ、ね、実質賃料です。なのでこの実質賃料から一時金の運用益償却を控除することによって支払い賃料として区別部分の賃料を求めていく必要があるんだということになってきます。与えられている一時金の条件としては、敷金1ヶ月分、礼金1ヶ月分と示されています。ですぐ下、カッコ3見てください。賃貸事例確保の適用にあたっては、資料6、賃貸事例の概要と、賃貸事例の概要における賃貸事例A から U までのうち、最も適切な賃貸事例を1つ選択し、当該賃貸事例から批准して、賃貸事例確保を練る賃料を求めることとなっています。3つ賃貸事例が与えられていて、その中1つの事例を選んで批准をしていくということになってきます。式としましては6ページ。はい、一番上に式があります。これ賃貸事例加工の計算式です。事例の賃料にですね、自浄性、自転修正、標準化補正、あとはね、建てとなっているのは、1棟全体の建物の格差修正を行っていく。で地域要因に比較で、基となっているのは、これ、基準庫の個別適用に比較を行っていく。最後、対象住庫の個別適用の格差修正を行って、対象動作、空室部分の面積をかけることによって、結論としての、ね、賃料を求めていきます。こう処理が多い賃貸事例加工の式が与えられています。でスタート時点の賃料というのが、賃貸事例の月額実質賃料の単価ですよね。事例の月額実質賃料の単価からスタートしていく必要があります。で、これ自分で計算する必要があります。5ページ戻っていただいて、5ページ。はい、5ページ戻っていただいて、カッコさんの3行目、そのから見てください。その際、賃貸事例の月額実質賃料単価の査定根拠を合わせて記載する必要があります。計算鑑定ね。回答例に記述する必要があります。で計算にあたって使うべき数値等々については、じゃあ最終3行を見てください。対象動産賃貸事例の平均賃貸借期間は4年となっています。まずは平均賃貸借期間4年です。4年ごとに、テナントが入れ替わるということですね。で敷金の運用益は運用利回りを年 1% として求めること、礼金の運用益償却額は償却期間4年、運用利回りを年 1% とし、年付償還率 0.2563 に求めることね。運用利回りは 1% で、年付償還率は 0.2563 と与えられています。これらの数字を使って、事例の実質賃料単価を求めていきます。では賃貸事例3つ与えられていて、そこからね、最も適切な事例を1つ選択する必要があるんですが、その賃貸事例の歳費の判断基準なんですが、では25ページ回答例見てください。はい、枠囲み参考という意味なんですけど、そこに、歳費の判断基準を示しておきました。賃貸事例の歳費の判断基準、まずはコンファーのところ、一時金の条件の多少の違いは不採用理由とはならないことになってきます。もちろん大きく一時金の条件がずれている場合には不採用理由となりますが、多少の違いは不採用理由にはなりません。チェックすべき判断基準は、まず、新規か継続か、さらには用途、あとは賃貸形式、あとは竣工年だったり規模、間取り等々をチェックしていきます。では本件はと言いますと、では18ページ問題文戻ってください。はい、真ん中あたりに賃貸事例の概要ですね、EU の概要が示されています。まずは左から3つ目、種類のところを見ていただいて、賃貸事例は継続賃料となってますよね。空室部分は新たに賃貸することを想定して求めていきますので、使うべき賃貸事例は新規のものを採用する必要があります。なので継続賃料にかかる賃貸事例はこれ不採用ということになってきます。あとは用途は全て共同住宅でね、同じなんですけど、では事例の E のところの事例の概要のところを見ていただいて、事例 E は建てられたのが平成6年ですね。かなり古いです。で、賃貸面積が56平米ですよね。ファミリータイプで少し広めですよね。対象動産は平成25年に竣工されていて、空室部分の賃貸面積が28平米でした。
やっぱ違ってますよね。なので採用すべきものはイではなくて一番下のウということですね。用途共同住宅で同じ、まあ、新規で用途共同住宅 でさらには平成24年に竣工しています。さらに賃貸面積も30平米で竣工年も規模も類似しているということですね。なので事例を採用していきます。事例、月額支払い賃料が、5万9000円ですね。で敷金2ヶ月、礼金1ヶ月。あの敷金の月数が区域分と違ってますよね。区域分は1ヶ月1ヶ月でした。事例はね2ヶ月敷金になっていますね。このぐらいの違いは全然不採用理由にはならないということになってきます。でこれらを使って事例の月額実施時の単価を計算していきます。25ページ回答例見てください。はい、下の米印のところですね。事例のね月額支払い賃料59万円にで59万で敷金2ヶ月でしたね。で運用利回り 1% で、礼金1ヶ月で年付償還率 0.2563 でこれ月額の実質賃料ですね。月額の実質賃料なので一時金絡みはね最後割る12ヶ月で単価を求める必要があるので事例の単価3ですね。事例の面積30平米で割りますと賃貸事例の、月額実施の単価が2012円と求められまして、これを使って先ほどの、ね、式適用して計算していきます。そうすると結論として5万9560円と求められます。通常は批准する際には上3桁有効数字と指示があるんですけど、この令和元年の問題は特にここはね上3桁有効数字の指示がなされていませんので1円単位までしっかりと5万9560円。でこれはね月額実質賃料なのでここから一時金の運用益償却額をね除いていきます。それが下ローマ数字2ですよね。一旦求めるべき月額支払い賃料 A と置きます。でこれ月額実質賃料を求める式を作りまして、それイコールで今求めた月額実質賃料ですね5万9560円、この一次方程式を解いていって上2桁上位2桁有効数字で5万8000円と区域分の賃料が求められます。でこれと26ページ先ほどレントロールで確認した空室以外の合計額354万8000円と今求めた区域分の5万8000合計しますと合計が306万6000円ですよね。ただこれは月額の合計です。求めるべきものは大丈夫です、年額ですので最後かける12ヶ月忘れないようにするということになってきます。ただこれ一旦月額を求めておくとこの後の項目でこの月額支払い賃料というのを繰り返し使っていきますので、ここでは一旦月額を求めておいた方が後で効率的に計算ができます。ではその他の項目ですね、また問題文6ページ戻ってください。はい、式のすぐ下括弧5から見てください。共益収入、賃貸面積1平方メートルあたり250円月額を使っていきます。単価が与えられているので面積ですね、先ほど合計、1680平米賃貸面積合計かけることによって計算していきます。ただ要注意は与えられる単価は月額ということで月額しっかりマークかける12ヶ月忘れないようにするということになってきます。さあ括弧6、水道光熱費賃借人が実額を負担するためこれ計上しないということです。ここはしっかりと項目を立ててこの理由をしっかりと回答例に記述すること、ここは理由点ということになってきます。括弧なら駐車場収入現行の使用料を妥当と認めて採用。現行の使用料というのは13ページ問題文13ページ見てください。はい、下中の6のところですね、ちょっと細かい文字なんですけど13ページ下中の6、対象不動産の駐車場は、10台分スペースがあって現行8台が賃貸されてるってことね。1台あたりの月額使用料は11万円で一時金は特に授与されていないと示されています。これ満車想定で計上していきますので現行8台分が賃貸されてるんですけど計算をこう10台分として計算していきます。ただこれ与えられてる使用料は月額ですよね、しっかり月額
なのでかける12ヶ月忘れないようにするということになってきます。はい、で続いての項目6ページ戻っていただいて、続いてはカッコ8ですかね、カッコ8、その他収入ですかね、その他収入カッコ8、その他収入は過失分の礼金収入のみで、価格時点以降締結する新規契約分より過失支払い賃料の1ヶ月分とし、平均金に達した期間に基づき次のように計算して平準化した金額を計上するとなっています。買い主の下でテナントが入れ替わって新たに受領する、礼金を計上していきます。まあ、過失支払い賃料の1ヶ月分ということで、ね、過失支払い賃料1ヶ月分これ出てきています。過失支払い賃料1ヶ月分、ただ平均賃貸借期間で、ね、平準化する必要が式がありますよね。全過失合計です、要は空室分も含んだ、過失支払い賃料の1ヶ月分、306万6千円ですよね。それを平均賃貸借期間4年間です、4年間で割ることによって礼金収入を求めていきます。礼金というのはテナントが入れ替わるたびにもらえる礼金ですね。で4年ごとにテナントが入れ替わるということですね、平均賃貸借期間なので。4年間で平均化することによって1年あたりの礼金収入という形で計上していくんだということになってきます。で続いて控除すべきものですね、括弧9、クーソン、過失賃料収入、教育収入及び礼金収入について、過失分の稼働率を 95%、 駐車場分の稼働率を 80% として求めることということですね。要は過失分の空室率は 5%、 駐車場分の空室率は 20% として計上していきます。ただ過失分の空室率 5% は過失賃料収入のみならず、教育収入、礼金収入についても同じ 5% をかけて空損を求めていきます。教育収入、礼金収入というのはテナントから徴収するもので、過失分の空室率に連動しますので、同じ 5% を使って計算をしていくんだということになってきます。で括弧10、貸し出る損失は賃借年の状況等を勘案した結果計上ですね。ここも理由点ですね、項目を立てて理由を示していきます。続いて運営費用ですね、下移っていただいて、では括弧2から見てください。維持管理費は賃貸面積1平方メートルで150円月額とすることで、水道光熱費括弧3は、賃貸面積当たり1平方メートルで50円月額とすること、それぞれ単価が与えられてますので、やっぱりね、賃貸面積1680平米かけることね、ただやっぱり両方とも与えられている単価は月額ですよね、かける12ヶ月忘れないようにするということになってきます。はい、下修繕費括弧4、修繕費は建物の通常の維持管理のための費用と過失分の賃貸人負担の現状回復費をそれぞれ次の計算式に求めて合算して計算していきます。要は一棟全体に関わる修繕費が建物の通常の維持管理のための費用で、あとそれぞれの部屋テナントが入れ替わると、例えば畳の張り替えとかそういった原状回復費用かかってきますね。それが後者の計算ということです。で前者の計算は建物最調達原価の 0.3% 分です。一方原状回復費用は、3500円単価に賃貸面積をかけて、さらに稼働率をかけて平均賃貸期間で割ることによって求めていきます。空いている部屋は畳の張り替えとかする必要ありませんので、稼働率を考慮するってことです。この稼働率考慮と処理はよく、ね、出されます。でさらにテナントは4年ごとに入れ替わって、その際に原状回復費用が必要になってきますので、この平均賃貸借が4年で割ることによって1年あたりの原状回復費を計上していきます。で括弧 5PM 費です。現行の、管理運営委託契約の次、稼働率を考慮の上、過失賃料収入、公益収入、駐車場収入の合計額の 3% 相当額を計上していきます。やっぱ実際に稼働しているものをベースにして PM 費は計算していきます。計算としては過失賃料収入、公益収入、駐車場収入の 3% ですね、まあ、それぞれ稼働率をかけることによって合計したものの 3% として計算していきます。この稼働率考慮ですね、忘れないようにするということです。7ページ上、テナント募集費用です。括弧6、テナント募集費用等は仲介手数料として過失支払い賃料の1ヶ月分につき、稼働率を考慮の上、平均賃貸借期間で平均化した金額を計上するということで、仲介手数料、過失支払い賃料1ヶ月分で、ね、やっぱ出てきました。でやっぱり稼働率を考慮しなさいってことです。稼働率考慮
さらにテナントは4年ごとに入れ替わって募集する必要があるので、この平均賃貸期間で平均化割ることによって1年あたりのテナント募集費用等を、ね、計算していきます。で、カッコ7カッコ8高速効果損害保険料は、ね、額そのものがストレートに与えられています。カッコ9その他費用はケーブルテレビ利用料として月額3万円ですね。ただやっぱりこの月額ってところですね、かける12ヶ月忘れないようにするということになってきます。で、運営収益から運営費用を考慮して、で、一旦運営純収益を求めて、それに加減すべきものとしては、はい、下縦4を移っていただいて、カッコ1一時金の運用益は貸し出支払い賃料の1ヶ月分のマイナス稼働を前提とした敷金に稼働率を考慮し、さらに運用利回りの年 1% を乗じて求めること。やっぱりここでも貸出賃料収に1ヶ月分出てきてますよね。で、やっぱりここでも稼働率を考慮していきます。空いている部屋から一時金はもらえないので稼働率を考慮して、で、 1% をかけて計算していきます。で、資本的支出、建物最長達限価の 0.7% 乗じて計算していきます。で、回答例としましては、じゃあ26ページはい、26ページ開いてください。まずは月額が与えられているものはかける12ヶ月忘れないようにするということですね。収入のうち丸2、教育収入かける12ヶ月忘れないようにする、さらには駐車場収入も月額使用料だったのでかける12ヶ月忘れないようにするということです。で、費用項目を付いていただきまして、維持管理費水道光熱費も月額単価でしたのでかける12ヶ月忘れないようにするということです。あとは費用のうち27ページその他費用ですよね。やっぱり月額のケーブル使用料を与えられてますので、かける12ヶ月忘れないようにするということになってきます。あとは平均賃貸借期間で平均化する処理ですよね。まずは、収入26ページその他収入礼金ですよね、テナントが入れ替わるたびにもらえる礼金なので平均賃貸借期間で平均化していきます。あとは27ページ修繕費のうち原状回復費用ですよね。テナントが入れ替わるために原状回復が必要になってきますので平均賃貸借期間割る4年で平均化していきます。あとテナント募集費用もテナントが入れ替わるの4年おきということなので平均賃貸借期間で平均化していきます。あとは稼働率を考慮するところですかね。原状回復費用ですよね、かける 95%稼働率を考慮ということです。あと PM 費も、かける 95% かける 80% 稼働率を考慮していきます。あと一時金の運用益もやっぱりね、空いている部屋からは一時金もらえないのでかける 95% で、ね、稼働率を考慮ということです。あとは忘れました、テナント募集費用も、かける 95% ですね、稼働率を考慮して計算していきます。このあたりですね、ケアレスミスしないようにするということになってきます。で、7ページ問題文戻っていただきまして、あとは割るべき還元利回りですね。7ページ戻ってください。還元利回り自分で計算していく必要があります。縦5のところを見てください。還元利回りは同一受給圏内における類似の不動産の取引事例から求められる利回りを採用すると示されています。結論としては、まあ、パーセント表示で小数点第1位まで求めなさいと指示がなされています。カッコ1見ていただいて、資料9貸家部その敷地の取引事例の概要における取引事例アルファからベータガンマまでのうち最も適切な取引事例を1つ選択してこれ利回りを求めていきます。要はカッコ2のところで取引事例に代わる償却前純収益を取引価格で除して割った利回りを還元利回りとして採用しなさいと示されています。で、一つの取引事例を採用していくんですけど、その採用した取引事例については選択した理由を記載することと指示されています。今までは事例の採用不採用については理由は特に回答例に記述する必要がなかったんですけど、ここだけ採用した事例の理由をですね、なぜ選択したのか理由を示す必要があります。では資料の9を見ておきましょう。19ページ見てください。は
一番下資料の9という形で取引事例アルファベータガンマで3つ示されています。このうち1つを選んでいくんですけど、まずは一番下、ガンマ、店舗付き事務所用途が違いますよね。これも不採用です。用途違います。上2つ共同住宅なんですけど、一番上アルファというのはまず竣工年が昭和60年、ちょっと古いですよね。で延べ床面積75平米でちょっと規模が小さいです。で階層も5階建てですよね。対象不動産11階建てで25年に竣工していて、で、延べ床面積1925平米ですね。これ違っています。なので採用すべきものはこう真ん中ですね、ベータです。28ページ回答例、はい、一番上ですね。理由です。用途が共同住宅で同一だり、竣工年、改装、延べ床面積が類似する取引事例ベータを採用し選択し、当該取引事例から求められる利回りを還元利回りとして採用していきます。これ与えられている純収益を取引価格でありますと、ね、小数点第二四半期にすると 4.9% のこれ還元利回り求められます。で収益価格も求めた上で最後調整ですよね。どの価格を重視して鑑定評価を求めていくのか、どの価格を重視するか、説得力にかかる判断を行う際に最も重視すべきものは、論文対策でもやりました市場参加者の行動ですよね。なので、市場参加者の行動を確認していきます。問題も11ページ。はい、問題も11ページ。はい、下市場分析のところの各1見てください。縦4カッコ1見てください。対象不動産から典型的な需要者層が示されています。不動産会社投資ファンド等が中心であり、不動産取引に際し主に収益性を重視して取引の意思決定を行う傾向にある。これをまま引っ張っていきます。つまりどの価格を重視すべきかというと、もう大丈夫ですよね。じゃあ回答例、28ページ問題も引っ張ってきまして、括弧1、2行目、従って収益性に着目した収益価格より説得力を有するものと判断しています。で結論ですね、収益価格の方を重視して鑑定評価額を6億2000万円という形で結論付けています。はい、これ令和元年の本試験問題ということになってきます。では踏まえて類似問題を出していきます。では第9回演習特有の19ページぐらいの問題用紙と、あとは特有の専用の回答用紙ですね、第9回の演習ね、専用の回答用紙ですね、ありますので、それお手元準備していただいて、演習は2時間です。2時間時間を計っていただいた上で、問題2について問題用紙と回答用紙を使いまして、これから回答を作成するようにしてください。はい、では問題1の解説を終了いたします。